よろしくお願いします。ワドです。時間は、2019年の2月の19日火曜日16時58分です。よろしくお願いします。俺何やるってグルーガン。ゴム型切ります、今から。グルーガン。あれ作品どこ行ったっけ。あれ作品が消えた。あ、了解です。あ、大丈夫です。はい、エスパンでいらっしゃい。そう、スタジオ、シルバーのスタジオです。今日はね、ゴム型切ります。小松さんいらっしゃい。型を切る時間ってそんなに結構かかります？ゴム複製の切るっていうか、その流し込んでっていうその作業自体ですね。レジンで作りたいって言ったじゃないですか。テストの適当なやつって。適当なやつも今日作っていいですかっていうことです。聞きたいの。もちろんはい、なんかあれを探した方がいい。要はそう。器っていうか、あ、これでいきますじゃあ。それでもいいんだけど、物はそれでいいんだけど、そうじゃなくて。あ、器か。そうか。なんで？なんで焦ってんの？おもろないんだ。行く？後で行ってもいいよ。ああ、スパイスなしね。ボケとボケが重なってクソになっちゃった感じね。あ、本人たちがいいなら行くよ。ちょっと作業が終わってからね。作業が終わったら行くよ。池上喋りじゃないかんね、ゆうちゃんね。全然俺は行ってもいいよ。うん。ちょっとただ、今、仕事中だからさ。助けてて、もう、ぐだぐだみたいですね。これでいけますわ。どうしようかな。どれの折り方切ろうかな。ちょっとシルバーの制作今から入るからちょっと待ってね。まああれだよ、行った方がいいか確認してもらいたいかな。ワドを呼ぶみたいな感じで、ワドを行った方がいい、呼んだ方がいいんじゃないみたいな確認してもらいたいかな。え、どっちだ？え、もう、しらけちゃったんだ。爆走ほんとクソだな。死んだ方がいいよな、あれ。配信切ってんじゃん。うわ、もったいね。メスゴリラだね、ゆいちゃんね、あれね。メスゴリラです。そうだね。閲覧パクられただけじゃん。すごいな。死んだ方がいいよね、あれね、本当に。いや、俺、あんまこういうこと言わないけど、爆走ほんと死んだ方がいいって昨日思った。リアルにムカついた。超絶ディスるわ。あれはない、あいつは。いや、できるけど、今、忙しいからね。一般人はできないね。今、スクールは終わっちゃってるんで、今は、一般人お借りできないですよ。なんで、シルバー作りたいの。うん。残念。うちら、シルバーの、よいこさんのスタジオ、ここは。シルバースタジオ。制作するところ。もうここでシルバー全部作れる機材があるの。オリジナルジュエリーの。ロストワックスで作りたいの。だいぶいい感じよ。今日はゴム型っていう段階。だいぶ進んでるよ。何でも作れるから。ベルトのバックル、バングル、リング、何でも作れる。最高だよ。最高。楽しいよ。フィギュアも作れちゃうからね。オリジナルフィギュアまで作れちゃうんだよ、ほら。いいでしょ。うん、そうです。うん。フィギュアやりたいよね。そう。俺が放送でぼやいてたの。シルバー好きで、いつかシルバーのブランド持ちてえなって言ってたら。でそしたら、ゆうこさんが、いや、作れるけど、って電話かかってきて、いや、作れるよって言って、意味がわかんないじゃん。で、どういうことっすかって言ったら、その当時もう、酔っ払ってて、いや、作れっから、とりあえず来てって言われて、で、とりあえず来たのがここだったっていう。そうで、やろうよっつっていただいて、で、今に至ります。で、今、その、シルバー和銅っていうブランドの第1号作品を作ってるんで、楽しみにしてください。はい。なんすか？イヤホンマイクどこやったっけ？ああ、なんか、そうっすよね。イヤホンマイク。あ、あった。これありました。ありました。ずっとさ、さっきさ、そうっすよね。音つけてさ。うん。あ、キャンドルやってるんだ。ああ、そうだね。原型、キャンドルで、一緒っすよ。要は、ワックスって言って、こういうので作るんですよ、シルバーって。これ要は、キャンドルっすもんね、これ。ろうそくとか石鹸みたいなもんですから。これを削るの？そう。だから、これバングル作るやつなんだけど、これ腕にはめるバングルの。とか、リングはこっから作るのね。これを削っていったり、こう、ろうそくみたいに溶かして垂らしたりして、で、出来上がったのが、こういうの。これリングなんだけど、これ切ったり、くっつけたり。で、それシルバーに変えられますよ、全然。むしろ、型が作れるんだったら、今やってる工程参考になりますよ。コバドちゃんが作ったものが、そうですね。同じですね。わかります、わかります。その、まあ、キャンドルとかろうそく、まあ、シルバーワックスって言うんですけど、その土台ができたら、それを、なんて言えばいいのかな。キャストって言って、鋳造っていうことをやるんだけど、なんて言うのかな。こう溶かすんですよ。熱で。で、穴が開くじゃないですか、溶けた分。で、そこにシルバー流し込むみたいな。で、作るっていう感じですね。原型作りのバリエーションに限界があって悩んでた。石鹸のアートだとそうかもしれないですね。型に流し込んで作るっていう概念だと思うんで。ただ、ワックスとかの場合だと、ドロッピングっていう作業があるんですよ。いや、お前と一緒。なんて言えばいいの？盛るっていう、削る、カービング、要は型にはめて、原型を取って、カービングで、こう、削り出していくっていうやり方と、ドロップしていくっていう。他にもいっぱいあるんですけど、タガネを、こう、バーンって打って、アートにしていくとか、鉄板なんで。よく、ハワイアンジュエリーとか、あるじゃないですか。あれ、模様が綺麗に入ってるから、あれはもうバンバン、打って、模様をつけていくとか。来ないでだって。ああ、分かった。楽しいね。楽しいね。で、慎吾さん枠始まったの？結局。やってないじゃん。しゅんごさん何やってんの今。あれ、しゅんごさん帰ったの？しゅんごさん帰った？しゅんごさん帰ったの？トミー家のとこにいんの？映り込んでないけどね。フレームアウトしてんのか。あ、いるんだ。すいません。帰ってないんだ。映ってないだけだ。なんだろうね。なんだろうね。いや、単純に俺のこと嫌いなんじゃないの？単純に。慎吾さん大好きだけどね。嫌なんだ。なんか本人の考えがあるんでしょ。俺には分かんないけど、全然俺は呼ばれたら行くよ。そうだろうね。要は和道がいなくても閲覧取れるんだぞとか、面白いことできるんだぞっていうことでしょ、多分。チームプレイだから役割分担でいいと思うんだけどね。できないことはコラボで、そういうためにみんなで面白いことやった方が面白いのにね。一人の力には限界があるからね。だから慎吾さん意外といじられキャラなのにいじられたくないんでしょ。そういうことでしょ。俺はいつでも言ってもいいよ、全然。だからね、なんかその俺ほらせっかくコラボするのにさ、嫌な人が来たら嫌じゃん。ね、やろうよっていう風になんないと、信頼関係がないとやっぱ面白いことできないからね。来んなみたいな空気になったら嫌だから。うん。そうそうそう、本人は2枚目だと思ってる。2枚目がやりたいんだよね。そうそうそう。思いっきり汚れじゃねえかよってお前なんか汚れじゃねえかって言ってやれよ、誰か。2枚目じゃなくて汚れだって配信者なんか全員汚れなんだから。引き立て役みたいなのが欲しいんでしょ、多分。そう思うよ。沼使い面白かった、うん、さん来ないの？いや、なんか来んなって言われてんでしょ。いや、俺呼ばれたら行くよ、全然。コラボしようよって言われたら行くけど、なんかさっきゆいちゃんに聞いたら来んなオーラだって聞いたけど、わかんない。俺全然これ終わったら行ってもいいよ。どうした？どうすればいいの？俺はそんな主催者が決めないとね、そこは。あ、全然、いやいや、違う、全然行ってもいいんだけど、その、慎吾さんでしょ。慎吾さんどうしてんの？慎吾さんが来んなって言ってるって聞いたけど、どういう感じなの？俺は全然行ってもいいんだけど、その空気がわかんないから、今。だって放送やってなくない？慎吾さん。どういうことなんだろう。どうしたらいいんだろう。やってる？慎吾さん。あ、本当はやってる。やばいってタイトルなの。何がやばいの？何がやばいんだろう。どうすりゃいいんだろうね。まあまあ、本人に聞いてみよう。聞いてみてよ、慎吾さんに。ねえ、そんなお通夜なの？完全お通夜状態なの？暑いですか？うん。このドームの中は全然計算できない。ガイドラインにさ、はい、つけるのがトゥルトゥルするって。ああ。さっきのこれの太いやつ作らなくちゃいけないから、はい、これさ、ガイドラインつけてもう1週ぐらいしたらちょっと風に切っときます。うん、そしたら、ガイドラインさえつけておけば全然問題ないから。はい。池上がいらない。マジか。そんな状態なんだ今。大丈夫なのそれ。逆になんで誘われてないのか俺ショックだけどね、かなり一緒にやった企画なのに省かれてんだ。いじめでしょこれ。なんで俺省かれてんの？ひどくない？いじめだよいじめ。あ、そうなんだ。じゃあ行かない。うん、忙しい。つばにゃん追い出しちゃったのもったいなくね？つばにゃんから閲覧ごっそり取れたはずなのにね。パルパルとかと。なんで？何がしたいの？慎吾さんどこに向かってんの？めちゃくちゃ美味しいでしょ。下手したら2個ぐらい上に行ったでしょ。いや俺爆走に面と向かって言ってやろうと思った。お前一回死ねよって。本当に俺爆走に言いたいことあんだよね。昨日すげえムカついてさ、今トム・ソーヤの家のところにいるからてめえみてえなじじい詰めてやるから来いやどういうこと意味がわかんねえな。金バヤさんと R さんに嫌われたくないからそこはだから池上がいや違うじゃないですかってやらないといけない役割じゃんねえ。噛み合ってないんだ。それはいや慎吾さんがそのキャラクターでいや会えないっすっていうのを盛り上げるのは友池の役でしょ。いや慎吾さん落ち着きましょう、一回中入れて話し合いましょうっていう空気を作んないとねまあまあまあって言ってね。うわぁ。トム池分かってね、配信のこと。トム池配信のこと全く理解してないね。お前が中立のキャラクターやらないで誰がやるんだよっていうね。くっそ寒い展開じゃん、それ。くっそ寒い感じになってんだ。もったいねー。へえ。え、めっちゃ神回の予感だったのに、すげえもったいなくないそれ。クソ寒い、萎える展開になってんだ。もったいねー。アイテム待ってるだけなんだ。そんなんでアイテム来るわけないじゃんね。俺がいたら、いや、慎吾さん気持ちわかりますよ。わかりますけど、池上ちょっと妻には呼んできてっていう流れだよね。パルパルとつばやんと、まあ、一旦話聞きますから、ちょっと呼んできて。とりあえず中に入れるよね。わかります、わかりますよって。気持ちわかりますって。最後まで聞きますから、呼んできて、呼んできて、いかみって。それが普通でしょ。どう考えても。で、中でもめさせるよね。中でもめさせるよ。で、R さんを巻き込んでいくっていう。たださ、今日さ、はい。了解です。怪我金、ガイドライン。ガイドライン入ったから、はい。もうこの分は入ってるから、はい。で、はい。あれ使ったことあったっけ？ちょっとだけ。はい。で、力は別に大していらないから、はい、こっちだけ、まあ、ちゃんと支えてあげて、はい、で、まあ、引いたときにこう、切れる感じです。はい。で、ちょっとずつこう回して、はい。いくと。了解です。で、むしろこっちでやった方が良ければ、こっちでもいいし。あ、向こうでやります。で、なんでかちょっと俺、旋盤回すから、そっちの後ろ行きたいんでしょ。ああ、旋盤？うん。どうしよう。こっちでやります？え、カメラここでいいですか？別に構わない。あ、じゃあ。こっちでもコメント読めるんで。うん、向こうでもコメント読めるから書いていいかんね。今ね、リング作ってないね。今リングじゃない。なんだっけ、カラビナ作ってるね。お疲れっすー。あ、リキッド届いた？いいよね、プルームテック。遊んじゃってる。いいっす、いいっす。コメントは読めるからね。これ短い方使う感じですか？長い方ですか？長い方なんだ。うん、結構でかいですね。うん、それでも最初より若干ちっちゃくしてる。マジっすか？うん、あ、じゃあゴム型って結構大きめに取るんですね。そうね。でもただあれだ。ここまで使うかどうかは、あ、そっか、本当だ、はい、ですね。しかもギリギリですね。空気の周りにあれが入らないといけないから。そうですね。そういうことね。ギリですね。本当だ。これが秋物。ああ、いつもありがとうもう。いいよね、プルームテックね。カラビナ難しいよ。しかもちょっとアートっぽいカラビナ作ってるから芸術作品っぽいというか、ちょっと攻めてる作品になるね。しかも物がでかいの、超ボリュームあるなんかなんつうんだろう、パワー系だから、うちはシルバー和銅は繊細な感じ一切ないから、もうでかい重い。でかい思い目立つみたいなブランドだから、すごい大きさだよ。ごっつい系だから、いかついのが好きな女子とかは「やべえ欲しい」って言ってくれる。なんかバンギャとかの女の子とかかっこいいって言ってくれるね。ピアス大好きみたいなのとか超目立つよ。ワスピースつけると当たり強くなるよね。俺はさ、ほら重たいやつでやってるから、うん、重たいタバコ吸ってるから、ライトのタバコ吸ってる人はワスピースつけない方がいいかもね。手元のアップ見たい？いや、ノコギリで切ってるだけだよ。今アクセサリーやってるわけじゃない。今から型を取るんだけど、型を切ってるだけのこぎりで。もちろんゴム型のシーンはアップで取るから、記録残したいから。こんばんは、お疲れっす。お疲れ様です。こんばんは。ウィルソンの1ミリのロングなんだ。じゃああれだね、普通にやった方がいいね。慎吾の配信どうやばいことになってんの？慎吾さんのどうやばいことになってんの？どうした？内容を教えてくれ、内容を。開けろや。小麦家の家どんどん乗せ上げてる。えどういうこと？誰が開けろって言ってんの？誰？あ、SY か。SY か。しょうもな。しょうもな。SY か。警察呼ばれるな、多分 SY。アイテムありがとう。アイテムありがとう。上げるの早すぎた間違えた。ルーネットのやつなかったからあったですわ。いや、ダウダウです。これで吹いちゃっていいですか？もちろん。いいよ。これ埋めないと怖いね。埋めたいっすね。埋めるの忘れてたでしょ。何でもいいかな。グルーガンで埋める。あ、グルーガンでも。グルーガンはね、なんだろう、ゴム型切るときに、なんて言えばいいんだ、液漏れを防ぐため、真空でその水分抜いてゴム型切るんだけど、その時にその空気が密着するようにって感じかな。仮止めだよね。これってペーパー効くのかな？え？穴に。大丈夫なんですか？わかんないです。表面だけでも埋まってれば大丈夫ですよね。うん。大丈夫なんですか？誰かグルーガンってペーパー効くのかどうか知ってるかな？ん？グルーガンでなんですか？ペーパー？ペーパー効くの知ってるかな？誰か。ペーパー効くかわかんないですよ。ペーパー効くって言葉って分かんないか、そっか。さっきのハニコさん、グルーガン使ってる人なのかな。どうなんだろう。ハニコさん。なんかグルーガンは何に使うんですかって質問した人いる。あ、ハニコさん。紙やすりが大丈夫じゃないですか。やってみましょう。これまだ使ってないよね。使ってないです。ギューってやればいいんじゃないですか。そうだよね。ペーパー紙やすりですね。ああ、ありがとう、風船ありがとう。風船ナイスー。フラワーやってる時にグルーガンよく使う。グルーガン効かん。よかった。取れた。完全に貫通してるんだよね。はい。ドリルで穴開けちゃったんで。うん。どうしようかな。粘土溶けるんだ。え？この粘土。熱意弱いっすね。ワックスドロッピングしようとしたんですか？え、ワックス垂らしても溶けました。ワックスのしかもサラサラのワックスね。あれですか？やってみてください。さっきなんか手元がうんちゃらかんちゃらって言ったけど、手元見たいって。あ、見せましょうか。手元にカメラした方がいいんじゃない？この辺かな。ライトで白飛びしちゃってますけどね。まあいいですよ。ろうそくのなんかやってる子。プロの技。サラなんだよね。はい。接着剤みたいに使うやつなの。あ、いけたな。いきますね。あ、いってますね。いけるな、これな。この粘土の大体融点が溶けないゲージ、数値が分かった。分かりました。融点というか。このぐらいだったらいいかな。さん見てますよ。R さんどうも。俺行った方がいいですか？助けに行けますか？後で。なんか、どうしたらいいですか、R さん。家にいるのは間違いないっすね。間違いないっすね。あ、そうなんですか？マジですか？いや、吉江さんとの電話笑いましたよ。なかなか電話切れないくだり笑いました。あ、面白かったですね。R さんの気持ち分かりますよ、僕。うん、面白かったですね。ああ、それはダメですね。守らないと女性を。言い訳はダサいっすよね。言い訳はダメ。はっきり言えばいいんですよね、自分のポジションを。はっきりしないで、ブレブレだからみんな巻き込まれて振り回されちゃうわけだから、自分がこうしたい、こうするって決めればいいのに、僕はこうですって。ああ、それはダメですよね。それは言い訳っていうか、R さんの名前を傷つけることになるから、それはダメっすよね。襲撃？こんな流れなの今。引きこもってるだけだと思ってたら違うんだ。誰だろう。だから僕いた方が絶対良かったのに、守れるから。だって池上と慎吾さんだったらやりたい放題じゃないですか。知らない。ほっときますか。まあ本当に危なくなったら言ってくださいね、僕、飛んでくんで。R さん、いつでも僕は動きますから、いつでも言ってくださいね。本当にやばくなったら。多分バン。うん、いってらっしゃい。はい、どうもありがとう。少しだと思うんだよね。そうですかね。これはアクセル重要なのこが結構繊細、結構切れるやつなんで。どうですか？切れるやつなんですか？切れるって感じ。ザクザクザクって感じで。目詰まりしない。ああ。何しようとした。思うかね。てか配信に中身なんかないよ、セーフ。俺は配信者を見て面白かったことはあるけど、勉強になったとか人生変わったとか救われたとかないよ。中身を求めたらダメだよ。鼻からそんなもんないから。自分のスタイルとか何それない。あ、さっき不動産屋見てきたけど、中野とかで5万5千円とかあったぞ。駅近で7万あれば全然住めるよ。さっき不動産屋見てやったぞ、セフィ。全然あるよ。でも大阪いるより東京いた方が合うんじゃないの、セフィは。退屈なんだろう。お前みたいな野心家いっぱいいるぞ。安いエリアは安いよ。高いエリアは高いよ。疲れてきましたね。少しね。はい。Good. たまにこのアンテナがすごく懐かしいですね。ホールって丁寧にさ、はい、本体についてるやつ以外でさ、はい、すぐ充電切れちゃうから、はい、3本持ってたのね。3時間とかで切れちゃうよ。切れない。全然切れないです。あ、何をディスんの？あ、俺のことディスってもバレるよ。俺超能力で電波つながってるから。配信画面見てないように見えて Wi-Fi が脳波とつながってるから無理だよ。バレるよ。コメント見てるじゃない。お前の生活すべてをもう脳波で感じ取ってるから。ゆみすけこんばんは。仕事すればってだってここで仕事すればじゃなくて自分のブランド立ち上げるためにやってるからこれ仕事なんだけどここで仕事すればじゃないよ。俺今シルバー作ってんだよ。お前にとって仕事って何なんだよ。なんか手を動かしてたら仕事なんだろお前らは。いいすけお疲れ。仕事終わり？社長ではないから会社化はしてないからなんとか間に合ってよかったって何がなんとか間に合ったの？どうしたの？なんとか間に合ってよかった。なんかあった？何が間に合ったの？なんか大事なことあんの？どうした？何が間に合ったの？創作好きなんだ。だったらこっち側の今よいこさんがやってる方見た方が興奮するでしょ。俺ノコギリで切ってるだけだから。見えねえ。どうしよう。よいしょ。あどうしようかな。これ突っ張りもここいいっすか。いいんすけど作ってんの好きなんだ。メルカリとかで売れ。どこにそんなブランドがあるんだよ。メルカリで売るとか、うん、そうそうクロムハーツ超えるの。作るの好きなんだ。創作見るの好きなんだ。作業枠系あんまりないよね最近。ニコ生の頃いっぱいあったけど。あ作るの好きなんだみーすけ。まあなんかジブリっぽいよね。なんかその何かを作ってたりとかさ、こういう映像。全然切れないです。歯が詰まっちゃったね。太いですか。難しいんだよね。あ、扱いますか。今、向き不向きが結構。癖の強いのこのですね。そうなんだ。ぱね、これやるときになんつうのかな、最初にさ、結構、はい、その使ってたノコバはさ、サイズがほら、幅が違うからさ、若干引き直すところがあるね。これがクイッ、素材とこうどうかってね。いけそうなんですね。あ、僕それやってみたいです。あんまり一気にガンっていくと、はい、大変かも。了解です。ああね。ああ、なるほど。で、最初の一周だけきつい。それ我慢すれば、まあ、はい、楽になると思う。了解です。あ、破綻しちゃったんだ。もったいね。いや、コラボはメンバーが全てですよ。僕も企画やるときにメンバー命だと思ってるんで、組み合わせが。ときめくよね、わかる。石股。はい。ゴリゴリいくじゃないですか。よかったよ。道具付き女子だったのか知らなかったな、みーすけ。萌えだったのか。変態だな。俺が吸ってんのか。炭ジュース買ってきていいですか？どっかあります？自販機。自販機は下にあるけど、どっかです。右の方だよ。ってやってる人って商品数どれくらいで構えてるんですか？わかんない。どれくらい構えてるの？わかんない。わかんないです。やっぱその職人さんとショップの店員さんって完全に分かれてるもんなんですか？いや、なんか、はい、自分でやってる人もいる。ああ、五郎さんみたいに。うん。うん、知り合いの、はい、そのインディアンジュエリーのお店やってる人が、はい、最初普通になんか飲み屋さんだったんだね。飲み屋さん、はい、バーで、はい、でそれでまあハーレーとか乗ってる人で、はい、でインディアンジュエリーが好きで、はい、でそれでなんかこう年に何回かその向こうに行って、はい、インディアンのとこ行ったりとかしてて、はい、でなんかこう買ったりとかさ、指輪買ったりとかしてたらしいのね。はい、それが好きが生じて、そのなんかお店のその店長さん、任せた店長さんが独立ちょうどするってことになって、はい、あ、いい機会だっつって、独立した方がいいって言って、はい、独立させて自分は何するかとしたら、はい、いきなりお店を構え始めたの、ジュエリーショップを。へえ。それで買い付けに行って。あ、でもそれって作る人じゃないじゃないですか。調理師ではない。でその後なの。はいはいはい。その後作りたくなっちゃって。はいはい。で作り始めちゃって。へえ。でなんかちょこちょこここに来て、うん、うん、で、すげえ。工具とかも、はい、向こうの本当のネイティブアメリカンが使ってる工具使ったりして。すげえ。日本が銀がそのアクセサリーとして用いられなかったのって何なんですかね。なんだろう、なんか不思議じゃないですか。銀が取れすぎたのかな。なんでだろうね。不思議ですよね。なんか指輪とかっていう文化って日本ないですもんね、もともと。そうね。なんでなんだろう。不思議だな。なんかなんでなんだろう。なんで指輪とかなかったんだろう。和服だったから、なんだろう、そういう髪飾りとかさ、あっち系の方が、あと、漆とかそういう方があれかになる。ですよね。うん。なんだろうな。禁止されてたりしてね。どうなんですかね。でも不思議じゃないですか、なんか。あってもいいのになっていう。言われてみればそうだね。うん、考えたことなかったけど。そもそも僕もアクセサリー好きじゃないし。つけないですもんね。つけない。不思議っすよね。作ってるのにつけないってそういうもんですよね。いや普通は好きだからですよね、うん、ですよね。買わなかったですか？買わなかった。若い頃から、うん、買えなかったですね。17の時からやってると、あ、そっか、もうその頃だから欲しいと思ったら欲しいより作りたいなんだ。そうそうそう。そうですよね。ハマるのそのくらいですもんね。うん。面白いなって言って、なんか売ってるもの見ると観察ですよね、うん、要は。いや、わかりますもん。だから配信始めてから配信者を純粋に楽しめないですよね。分析しちゃうんですよ。なるほど。わかります、うん、これテクニカルじゃん今の笑いとか。なるほどね。ああ、お疲れね、この目。ありがとう、アイテム。お疲れ。仕事終わりかな。ああ、でも配信見るより、配信僕見ないじゃないですか、うん、で配信やるの好きじゃないですか、うん、似てるかもしれないですね。シルバーつけない、使わないけど、うん、作るにおー、のんちゃん、おはよう。わたつ。この、昨日のりこぶっ殺すって言ってたのになに、わたさん、わたつって普通に来れるのりこのメンタルの強さいいっすよね。今から刺しに行くって殺害予告した女とは思えない。ここがいいところですよね。あいこさん、マジでビビってたからね。かずゆきさんだってビビらしてたでしょ。まあまあ、あれ俺見つけ悪いなーって俺助けないよとか。でもやっぱのんちゃんが殺害予告した瞬間からざわつき始めて閲覧200だったのが500になったっていうのが面白かったですね。のりこパワーすげえと。アイテムありがとう、ボン。ボンからのプレゼント何なんだろう。え、ボン早めに開封した方がいい系じゃない？大丈夫？月末に開封まとめようと思ってるけど、どんな感じの、なんだろう、サプライズなんだろうな。なんかボンがプレゼントだ。あ、なんか言ってたよね。あ、さっき電話かかってきた。うんうんうん。あるんですか、なんかこう他の人がこれえぐいなみたいな。やっぱゴロズだよね。ゴロズなんだ。やっぱゴロズでさ、昔マリさんが作ってる時のはい、かっけえなと思ったね。え、それ作品がってことですか？うん。作品っていうか、なんでこのフォルム全体的にかっこいいんですか？ゴロズ全然グッとこないですよ。なんかね、はい。ちょっとね。イーグルがかっこいいとかそういうんじゃないんですよ。要は念がこもってるってこと。そう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 。だから今のゴロズみたいな何も思わないけど、昔のはすごかったよね。いや、ゴロさんが作ってたやつはすごかった。うん。結局あの人が作ってるとか作ってないとかって、なんかあの指で作れるかとか、はい、さって両論はいっぱいあるけど、はい、そんなもんはどうでもよくて。はい、その最後にあの人がサインをしてくれて、ゴロズの並んで行って、はい、で名前お願いしますって言うと、はい、サインそのなんていうの、スタンプとか、はい、この取ってくれたりとか、もうそれがかっこいいですね。で行ったらその犬もゴロズつけてんだよね。犬もつけてるか。ゴロズをで、そのゴロズをこう触ろうとしたりすると、へえ、わかるんだ。大切なものなんだ、ワンちゃんにとって。え、犬がゴロズつけてるってすげえな、かっこいいな。あの人の生き様なんだよね。あ、ライフスタイルでしょうね。結局そういうことっすよね。誰が作ってるかってこと。そう。結局今のね、ゴロズなんかはっきり言って何どうでもいいわけよ。うん、足んないよね。ゴロズなのにゴロさんいないですからね。そう。ゴロズじゃねえじゃんっていう。会いたいじゃない。もう会えないから。いやでもそういうことだと思うんですよ。だから言ったら変な言い方かもしれないですけど、銀なわけじゃないですか。うん、銀なわけじゃないですか。誰が作っても。でもそこにダサいとかっこいいがあるのが誰が作るかだと思ってて。そう。そういうことよ。だから情報じゃないですか、それって。五郎さんっていう情報。五郎さんがハーレー乗ってとかアメリカ行ってとか出会ってとか誰と店構えてとか、そういう情報ですよね、価値。何回かこう、ね、はい、一緒に食事しに行ったりとかした時にやっぱりこう、はい、オーラをするっていうか、なんだろうこのおじさんこのおっさんみたいな。あ、でもゴローズのデザインとかゴローズのアクセサリーは好きじゃないですけど、ゴローさんは写真撮りたいっていうのはありますね。ゴローさん本人に被写体としてえぐいっていう、あの顔は、うん、あの人ってはいはね、なんもボロボロだし、はいはい、それは、はい、その自分のタガネを作ってる時に、はい、コークスを焚いてね、はい、あの人青山墓地の近くの西洋の建物のそのなんていうのかな、はい、西洋建物っていうの、はい、民家に住んでて、はい、でそこで自分のアトリエっていうのやってて、はい、でコークスでさ、コークスってすごい熱が出るんだよね、はい、でそれでタガネを作ってて、はい、それをちょっとミスしてファウルしてしまって、はい、その時にブワーッと燃えたの、したらあの人何したかっていうと、自分でバンと浮かぶさって火を消したわけです、はい、でそれで顔結構やけどだらけになって、はい、歯もなんかこうなっちゃって、はい、であの人まあ指はなかったりするんだけど、はい、でもう彼は気絶してしまって、それを助けたのがその犬なの。犬がグーって引っ張ってって、はい、で助かったの五郎さん。へえ、命がけで作ってんな。そう、それ聞いたときに震えますよね。でその食事してるときに、はい、五郎さんのそれを師匠が、はい、まあ3人で食事してるときに師匠が話し始めて、はい、でそうなんだっつって僕がへえって言ったら、はい、こうやってなんか手ついて、はい、さんまたデミちゃんそんなことばっかし言わなくていいよって笑ってるんですか、五郎さんが。そうそう、やめなよ。ちょっとなんかふと思ったけど、うなちゃんまに近いところあるよ。うなちゃんま、ああ、五郎さん。佐野に近いんだ。なんだろう、そういうなんかよくわかんないオーラっていうか。確かにオーラあるからな。でも自分がかっこいいと思ってないからなんかオーラが出てるのかなと思うけどね。ああ、自分が本当にそのまんま素で生きちゃってるから。はい、いや素がかっこいいっすよね、やっぱ、うん、ありのままが。で意識しちゃったらそれがポニーなんじゃないかなと思うね。あの人もう途中で作るの嫌になって、もう俺作りたくないっつって、はい、ゴローズなんかいらないっつって、はい、そう言ってしまったんだよね。はい、うん、ゴローズなんかいらないって言ったことあるんだ。そう、もう俺のもんじゃなくていいよそんなもんって言っちゃったの。へえ、俺作りたくないよそんな、なんかお金のために。ああ、まあそうですね、言い始めちゃって、はい、家族がそれを、家族っていうかこの人まあ複雑な家庭でいろいろとなだめたりとか、うん、はい、うちの師匠とかもなんか焦ってなんか連絡してたりとかして、うん、彼ら要は自由人なんだよね。まあまあそうでしょうね、うん、止めらんないタイプ。まあまあアーティストっすよ、アーティスト。なんだろう、うん、アーティストだ、うん、自由じゃないと意味ないですからね。ゴローズのショップの前の青山通りか、はい、あれがまだ砂利道だった頃って言ってたもんね。そこで向こうの向かい方にコカ・コーラの缶かなんかを立てて、はい、そこそこにこうなんかパン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 遊んでたりでなんか「デミちゃん」っつって、はい「すごいの作ったから」っつってなんか新作ができたのかと思いきや、はい、あのパンパンするやつを作ってへえいいなそういう生き方してるの遊びて本気で遊んでた。いや本気で遊ぶのがやっぱかっこいいっすよね。うん。うん、かっけえな。あ、来た！やっと来たよ。あ、やっと来た。来た。お。くそ。8時になったらやめようか。はい。8時になったらやめようか。やめる？8時になったらやめようか。やるやめるどっちですか？やめようか。やめます。了解です。もう今日無理ですか？了解です。これはちょっとうまくいかないし、明日俺また早いから。あ、了解です了解です。じゃああと5分。これ切らせてください。あ、もちろん。はい。手が熱いなって。結構がっつりやりましたよね。やったね。8時間ぐらいやりました。うん、もっとか。あれもダメ、了解。イエーイ。シルバー作ってるんじゃなくて、シルバー作る道具作ってなんだよ。すごくない？シルバーワード。すごいでしょ。シルバーを作る道具まで作るから。マジで手作りだからね。本当に。もちろん工具は使うけど。こんばんは。ガチだから。本当すごい。本当結構気合入ってますよね。そんぐらいしないと。まあまあでもこれ買った人絶対いいっすよね。だシルバー作るところ一からなんかドキュメンタリーでなんか例えば好きな人がいて何年かかけて1個のアクセサリーつけたら身につけたいっすもんね。完全世の中にないものを作りますか。すげえ。でもこっち側も使えますもんね。別用途で。あ、そうそうそう。こっちもこっちも。使えますよね。これいった嬉しい。使えちゃう。使えですね。3のあれも練習もトレーニングも兼ねてるから。腕がそう筋肉痛になりますね。思い出すんですね、試合中の今日のノコギリのことを。糸の子に勝ったから俺は負けねえ。うん、あれポーズだ。iPad っていくらするんでしたっけ、これ。10万ぐらいですか？ iPad？ いや、全然それしないよ、多分。6万とかですか？ iPhone より安いと思うよ。そうですか？ギガ数によってだと思うけど。あ、いや、単品ですね。調べてみよう。カメラのモニターに使いたいんですよね。その使い方もありますあります。たこ焼き食べてんのいいな。今一件予約、たむたむが俺の作品の第一号かな。俺がつけて、たむたむが一番最初だね。ガチはどうリスナー。だって1号って入るからね。ナンバリングちゃんとするから。シルバー時代には入らないけど、箱にちゃんと1ってナンバリングしていくから。初めての俺の作品を手に入れるのはタムだね。プレミアだよ、プレミア。シルバーブランド、ワドウが跳ねたらプレミアだから。はい、ワドツー、金魚姫いらっしゃい。本当だ。そんなしないんだ。でしょ？本当だ。あ、しないはずなんだ。そうなんですよ。撮影してる時モニターにしないといけなくて。あ、この間そういえばなんだっけ。はい。TOKIO の番組がさ。TOKIO、はい。でもなんか AD の人が。はい。iPad をモニターにしてたの。はい、全然どういうふうに使ってるの仕組みは。いや、ただカメラに接続してるんですけど、その業者用のモニターとかでっかいのを使ってるじゃないですか。 あれを一回一回カメラ撮影して、みんなわちゃわちゃ集まって、でパソコンで起動して「はい OK」みたいなことやってるんですけど、僕なんだろう、カメラマンやりながらそのモニター確認した時間がこう短縮できるじゃないですか。画面小さいんで、覗き込むのが。だからもう、撮影してる時に、こう確認したいんですよ。こういう風に。カメラに連動させて。で、iPad のそのディスプレイ、結構優秀なんですよ、レティナディスプレイって。そうなんだ。はい。再現度かなり高いんで、本当にいいモニターなんですよ。そのやっぱり今の時代みんな iPhone、iPad 持ってるわけじゃないですか、日本人なら。だから標準の画質っていうのがあるんですよ。はい、それが iPhone で標準を取るっていうのが結構業界でも。ああ、そうなんだ。はい。昔はそのテレビの規格っていうの決まってたんですけど、その白にもいろいろあるじゃないですか。この白とこの白違うみたいな。パソコンでさ、はい、見る洋服とかもさ、色が全然違いますもんね。モニターによって違うじゃないですか、家で見たりとか。そうだよね。だからみんなが一番見てる色は iPhone の色だからっていう。俺さ、なんかこう時間とかも全部 iPhone に設定してほしいよね。 iPhone タイムで iPhone タイムで iPhone タイムでいきましょうみたいな。あ、トッピングありがとうございます。あとでなんだっけ、ヤスリで、そう、はい、軽く取れば、柔らかいワックスだから、はい、優しくですね。あ、ありがたい。後ろもやつでいただきました。後ろもやって。解消した、うん、これが地金だったら危なかった、ね、うん、歯が飛んでたら、うん、え、その機械もあるんだ、うん、マジか。のりこがめっちゃ欲しがってましたそれ今絵の方に行っちゃったからよかったけど、これが欲しいとか、真空のやつも実はのりこがアクリルアートやるというのを欲しがってて、あ、そうなんだ。だから、いや、ゆうこさんの、スタジオ行ったら全部あるよって言って、うん、まあのんちゃんの作品だからのんちゃん欲しいんだっつってそういうもんなんだと思って、うん、自分の工具っていうのもあるよね。あるらしいですね。なんか集客心ね。はい、まあそれそうっすよね、うん。確かに人のパソコンで配信とかやつもやっぱそうっすね細かい設定が。なんかカメラとかでもそうっすね、レンタルでやれるけど、やっぱ使いこなしてるかどうかっていうか、細かい設定追い込んでるかどうかって、うん、やっぱ自分のカメラじゃないとできないですもんね。はい、写真撮るにも設定だけでやっぱ1時間とか撮るんで、そうそう、ちまちまやるよ。あ、ずれちった。センターからずれちった。そう、手抜きってか横着しようとするとこうなるんだよねグラフの神様は怒るんだ。雑だぞって。台座っすか、さっきのとこの本体につなぐやつ。弓道の部分でもっと、まあもちろんちっちゃくなるけど、もっとこう比率的にワイドになって、ちょっとこういう角度で少しさっきの倍ぐらい。おお、こんいくんですね。なんでオリジナルのものを作ってるかっていうのが、その例えばさ、みんな聞いてる聞いて、ルックミーのリッスン。こんな大きさのシルバーって見たことないでしょ。市販で売ってるのあんまりないでしょ、この大きさ。だから普通の売ってる規格だと、要はその業者さんとかで売ってる規格だとないのよだからその大きめの工具とかを揃えないと、アムちゃん、大きめの工具とかを作らないと、その全ての工程がいかないの。だから本来はそのリング用とかさ、そのなんつうの、ネックレス用とかある程度大きさが決まってるじゃん、十字架とかも。だけどこれをこうやってやるためのものを作ったりとか、これを支える台座とかを今作ってる、ここで。もう本当に結構手間暇かけてやってますよ。これがここに収まって、この中にゴムの液体が入って、でそれを切り出して、そこにっていう、もう何工程もあるんだけど、すごく面白いものができますよ、こいつは。ここまで来ると完全にエゴだねえ、なんすか？完全にエゴだよ。デコ？エゴ。エゴ。まあまあそうっすよね。でもなんか作ってるって感じしますよね、本当に。久方に、はい、クラフトマンしてるなと思って。よいしょ。いくらする？ね。それも今考えてて。逆にいくらで買うって聞いてんの？正直。商品じゃなくて作品だっていう思いがあって、例えば、絵買いに、もうなんかね、セブンイレブンでこれは500円とかいう考え方が嫌いだから、いや、俺が全部見せると作ってるのも何もかも。逆にいくらの値段つけるの？で、俺と、まあ俺だよね。俺が納得したら、じゃあ売るよ。っていう感じ。で、その値段じゃ売れないよっていう感じ。要は自分の価値観と、その人が持ってる価値観があって初めて、逆に、俺こうするから安くしてよとか、いや、俺金持ってたし、ずっと見てたから、100万でも買うよとか。もうそういう感じ。人によって値段が違うから、俺の価値が。ただ、原価は、まあ、極端な話、なんだろう。まあ、極端な話だけど、まあ、なんつうの、俺がかっこいいと思ってる人がいたら、ただであげちゃってもいいよね。うん。いや、ジャスティン・ビーバー君、いいよ。ジャスティン・ビーバーがここ、コンコンって来て、ヘイ・ワトつって、くれって言ったら、いいよ、ジャスティンは、ただで。っていうノリがいいの、俺は。で、かっこ悪いのが来たら、なんか、お前には売らないわ、みたいな。だから値段決めてって言ってる。で、なんか高すぎても嫌だし、値段が低すぎても断るけど。いや、違う。ダッセ。そうそう。もう、一番分かってない。そうじゃなくて、要は、お前の価値はいくらなんだよっていう。ジャスティン・ビーバーぶっちゃけどうでもいいけど、例えば、なんだろう、俺が子供の頃憧れてたアーティストとかが買いたいって言ったら、いや、ただでいいよ、原価でいいよっていう話だけど、なんだろう、お前は俺にいくらつけんのみたいな。で、売りたくなかったらさよならすればいいんだから。でしょ？いや、俺に、こんだけ作業してるのを見て、100円って言われたら、いや、帰れ帰れ。で、終わりだから。別に関わることないんだから。そう。だから俺の値段はいくらなのって聞いてる。で、しっくりきたら売るし、しっくり来なかったら売らないしっていう。だから、絵とかもそうでしょ、美術品もそうでしょ。俺の所有物で作品があって子供たちがいて。で、これどうしても部屋に飾りたいんだよって。すごいいいんだよって。いくらするのって書いてる人に聞くでしょ。そういうこと。うん。何でもかんでも金で手に入るわけじゃないからね。そうですね。住所書いてもらえちゃやばかったですね。そうできます。ピースピース。まとめて。いや、金で買えるものには価値はない。俺の考えは、お金で手に入るものっていうのは所詮お金で手に入るものだから、価値はゼロだって。金出せば誰でも買えるんだ。ピラミッド買える？バッキンガム宮殿買える？買えないでしょ。価値があるからだよ。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、グルーガンこっちの引き出し入れちゃっていいですか？うん。家にあるんで置いときますね。はい。ここも剥げちゃってるんですけど、これも大丈夫ですか？どこ？あ、そこね、俺も思ったけど、それはどうにもならんかな。ですよね。だから、もう、まあ、次の工程で。そうそうそう。いいんじゃね。はい。そういうもんなんですか。僕多分ないですよ。一発タイプです。僕はもうそればっかし。ですよね。追い込み型ですよね。わかる。超完璧主義だと思う。すごいのよ。超繊細なの。さっき見せてもらったけど、えぐいのよ。あれなんですかね。その突起っていうかあるじゃないですか。プラチナの。あれどういうことですか。何でああいうふうに、あんな何ミリの幅を何をどうやってああなったんですか？あれはね、はい、なんていうのかな、要はその下地に対して彫り込みを入れていくやつ、ストレートの。はい、ストレートでこうやってピッピッてこうやってこっちも彫り込み入れるでしょ。はい、そうすると四角のこう、はいはいはい、ものができるじゃない。はい、でそれができたら丸い、はい、その半球型のこうタガネでグリ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 ってこう間に。それをあの大きさでやってるんですか？そうそうそう。やっば、それであんだけストレートになってるんですか？あれをこうやって右、例えば12、はい、左12と、はい、でここから2時から10時の間に、はい、じゃあどのぐらいの角度で、感覚で入れていくかとか。気狂いそうになりましたよ、あれ。途中でなんか、途中でバカになる。ですよね。あーって騒がれますよね。配信ではもう、多分、合わせない。ですよね、発狂しますよね。発狂して多分、すごい、もう、ちゃいけないことばっかりピー音ばっかりですよ監督の途中で止めるんでカメラを振るんですあ、マイクを振るフレームアウトのマイクを振るあれはすごいよな、えぐい。もうこんな小さい半球がストレートで綺麗に並んでるの。あの技術ダイヤより価値ありますよ。言ってくれてありがたい。いやえぐいっすもん。私ね毎日毎日同じことあれをやってれば、はい、もっとなんていうの別に大したもんじゃねえやってなるんだけど、本当にあれを下型にやれってなると嫌なのよ。わかります。嫌なんだよね。でも嫌だけど、やっぱしその頼んでくれるお客さん、クライアントさんはのこうまあ変な話、夢を全部夢というか言ったことを全部叶えたいわけ。だからちょっと嫌だったり無理が承知でも。受けちゃう行くよって行けるよ大丈夫だよっつってやるから自分で発狂するようになっちゃうね。でもやっぱしその後には できた時にはなんか嬉しいし、まあそうっすよね、超絶レベルアップするわけですもんね。やっぱできたっていうはったりっていうかもう言った以上やるっていうこととか、あとなんだろうな監督を見て、おって、そのやべえよって言ってくれる。いや、あれはえぐいっす。のがやっぱ嬉しいな。もの作っててよかったなと思う。なんか認められたいから、なんかこうやってんだろうね。自分がこう。まあ、みんなそうっすよね。どの職業でも何でも。そうですね。認められたい。いいっすよ、ゆっくりで。ゴム型ができて、ワックスを複製していくのって早いんですか？量産していくとき、ワックス作るの何分ぐらいとか何日ぐらいできるんですか？1個作るの。液を流し込んで硬化するまで。2、3分。あ、じゃあもうパッパ作れるんですか？大きいからもう少しかかるかも。本当は冷蔵庫があるといいんだけど、冷蔵庫スタジオないから。あ、了解です。あ、じゃあもう要はローが固まればってことなんですね。そう。流し。要は、ちょっとあったかいと、こう、ぐにゅってなっちゃうから、はい、ぐにゅって曲がったりするから、はい、歪んじゃうの。早くシルバーの状態にして。金型原型から、金型からの仕上げっていうのはどういう工程なんですか？なんかあるんですか？金型原型、磨く、束ね打つ。ほんと右にそれ。あ、ひどい。今いいじゃないですか。ひどいですね、ちょっと。金型原型までいったらもうほぼ9割ぐらい終わってるってことですもんね。そんなことないですか？いや、もうそこまでいけばもう、ほぼ完成ですよ。あとなんかパーツのうんぬんかんぬんで絶対出てくるから、はい、ここのとここうだね。で、僕が持ってるのは、うん、金具の部分だよね。ここっすよね。そう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 。ここの部分ですよね。そう。で、僕、これ、次回チェーン作るんですよ。うん。そう。だからそこも考え作んないと思って。で、ほら、ね、その、はい。物理上こうだっていうことの恐れより、はい、やっぱりその監督がいきなりこうあっさかさまになるから、はいはいはい、考え方変わって違うの作るっていうことですよね。そう、だからそこら辺も加味しないといけないっていう。飽きるから飽きるっつうか変わるからな、考え方。それが面白いんだけどね。うん。やっぱし汚い。あーおーみたいな。デッドボール食らわないくらいの許容範囲を持ってた。うん。手に持ってるものを予約受付中、そうの完成品なんだけど、例えばその値段がなんで違うのっていう話。俺の構想は3年に1個作品作っていくっていう構想なのね。で、次要はね、これは1個のパーツでしか過ぎなくて、2個目の作品はこっからこいつに必要な完成形のパーツを追加していくの。だから揃えていって、その完成なの。要は、俺が身につけた状態が完成品だから、欲しいものをどんどん追加していくっていうか、自分の体にないパーツをつけていくっていう。簡単に言ったら、もう、俺は、なんでこれ作ってるかってさ、これが許せないのよ。こいつが。ダサすぎるんだよ、これが。この形状が許せないの、こいつが。こんなもの身につけたくないのよ。もう身につけて歩くものを自分が気に入ったものにしたいわけだから。で、このチェーンも気に入らないのよ。次チェーン作っていく。でもこれとこれ繋がってるじゃん。ここのリングも気に入らないのよ、俺。この輪っか一つですら。そう。え身につけてるのは仕方がないからだよね。そうそう。そう。仕方がないから。そうそう。仕方がないから。そう。だから変えていくっていう。全部自分がかっこいいと思うものをこっち側気に入ってるっていうか。で、これがこれに変わるだけよ。簡単に言ったら。ここにつけてるこれがこうなるんだ。こういう風に繋がって。で、今度チェーン出せえなってなるから、このチェーン作って。別に使い方なんか、でもかっこいいと思うよ、これ。車のキーと、鍵をつけられるようになってるから、ここに。要は、これが車のキー、ここに車にガチャって刺したりとか、そう。バイクのキーホルダーだよね。だから。別にこれペンダントトップにしてもいいし、好きに使えばいいし。買ったら自分のもんだから。で、身につけてるもの、今手に持ってるものを予約受付中なんだけど、例えば、シルバー和道の強みって、まさに、ここでよい子さんがいるっていうことで、いやいや、本当に、要は既製品じゃない。うん。よい子さん。で、なんていうのかな。これを、例えば、いや、俺、こういうゴール、シルバーも種類がある。いや、これ、例えば、じゃあ、例えばさっき言ったの値段つけろ。シルバーワードに値段つけろ。3万円って言った人いるじゃん。で、正直、3万円だったら、原価割れすんだ。この量だから。じゃあ、お前さ、って、言えるわけじゃん。もうさ、お前シルバーワードまだ早いから、ブロンドワードにしてあげるよって。銅安いから、つって銅で作ってあげるとか、真鍮で作ってあげるとか。で、いや、100万、200万出すよ、つったら、じゃあ、お前プラチナでいいじゃんとか、お前ゴールドでいけよ、とか。それでいいんじゃない？何が好き？素材、つって。そう。そういう話。うん。自分のランクに合わせて、お前プラスチックでいいよって。もう200円しか出せないんだから、つって。プラスチックで作ってやるよ、つってプラスチックあげてもいいし。コーチが嫌だな。めんどくさい。ペンダントっつうか、分かってねえな。ここに、これがあったら、どんだけ人生変わるか。こうなるだけで。それが分からないやつには身につけてほしくないっていうか、そう。ここにこれがあるだけで、どれだけ、何パーセント人生がレベルアップするかって話だから、それが分からない人は話にならない。ゆいこさんかい。うん。せやでー。お久しぶりでございます。ご無沙汰ですよ。お元気ですか？毎度つって。毎度。よいしょ。ああ、疲れたね。疲れましたね。よっ。明日ロケハンだ俺。ロケハンつうのは何をしに行くの？ロケーションハンティングって言って、要は現場見に行くだけなんですけど、コンセントが何個あるかとか、照明がどれくらいの明るさかとか、あれなんですよ。すっごい大変なんですよ。配信とかのレベルじゃなくて、要は何が必要で何が必要じゃないかっていうのを計算しに必ず行くんですよ、映像の人、テレビの人も。超めんどくさいね。ああ、いいね、日の丸さん、マジで？え、マジで？いいね。え、趣味でやってる人なの？それとも仕事でやってる人なの？え、偶然じゃない？だ、慎吾さんの中で最近ね、来てくれた人で。すげえな。コンビネーションリング作ってる。あれか、板並べて。やってんのかな。偶然。面白い出会いって。使ってますか作ってますって勘違いしちゃった。いいよね。全然全然。これ何もバッグだ。えっす。これありがとうございます。いつ正体明かしたのって言って、今では。今。もうめんどくさいって言って昔からもうめんどくさいからいいじゃんっつって。そうそう今だよ。この枠で明かしたよ。そうもうなんか気使ってても俺配信回しちゃうからって言って隠れるの無理だからっつって逃げ道ないからってもう配信やらないと食ってけねえしごねたの。すごいよね。8時間ここで配信回して花火ゼロだからね俺意味あったのかっていういいよね。だからその売ってないものを手に入れるってすげえ大事なことだと思ってて、そうなきゃ作るっていう発想。そう売ってない俺が欲しいものは売ってないものなんだよね。売ってるものはなんか別に金があればいつでも手に入るものだから。それ持ってるのと一緒だからね。クレイシルバーで自作失敗しました。クレイシルバーってなんだ粘土っすか？うん。粘土っすね。難しい。焼くときに割れちゃったりとかでしょ多分。粘土細工ができないと難しい。難しいですよね。毎年教えて難しかった。ああ。あっちの方がハードル高いですか？置いていきますね。ああ、了解。さっき小学生とかに教えるのがすっごい大変。ああ。でもうまいよ。子供の方が。ああ。ベトベトして整形できない。弟もやってたな。っていうかこれ弟がシルバーずーっとガキの頃から作ってたんですよ。高校生ぐらいから。でいつかシルバー店構えたいとか言ってて、で何が面白いかっつったらこんな適当な兄ちゃんがこういうことやってんのは多分弟嫌なんですよ。昔からそうなんですよ。弟がやりたいって言ってるのをパッとやるから。そう。で、弟真面目だからアルバイトしてお金を貯めて300万でっていうタイプなんですよ。できねえよバカっていう。そんなことやってたら一生終わるぞっつって。真面目タイプの。嫌な兄貴ね。嫌な兄貴なんですよ。そう。いるよね。そうそうそういう適当にやってる方がうまくいっちゃうっていう。なんかあるんだよね。うん、持ってないです。和藤さんの本業なんですか？仕事をしないって決めてます。僕は。遊んでたらお金が入ってくるのが僕の生き方です。好きな人と好きな時に好きなことを好きな場所で好きなだけやる。以上です。全部遊びです。無職です。うん、そうそう。楽しい、暇つぶしだから。死ぬまでの暇つぶしだから最高に遊ぶって決めてる。ただ遊んでるだけです。昔からそうです。みんな助けてくれるから大丈夫。なあ、女の人でもいるよ。かっこいい人いっぱいいるよ。性別関係ない。収入も関係ない。生まれも関係ない。目の色も、肌の色も、国籍も全部関係ないから。やるやつはやる。そう、寒いどころか雨降ってましたよ。どっか行くん、帰る。シルバーのスタジオからシルバー作ってたの。工具の数よ。うん、また来て。楽しみよ。一緒に楽しもう。一緒に楽しもう。すげえ道具ってだってこれ何度でしたっけマックス？これは1100度。1100度でこれなんていうんだ？ロですとか、うん、あとは何だろう、真空にする機械、今日は真空にする機械とか、うん、こういう。これはバファーなんていうんですか、バフモーターとか、うん、ロとか、まあフィルターから何から、うん、魔法のような、うん、道具が17からやってんすもんね、うん、ずっと。3D プリンターですか、これは。これは何だっけ、ああ、そっか。あ、レーザー刻印。レーザー刻印とか。うん、もう、だって、リューターの先端だけで、すごいっすよね。うん、こことか、ほら。うん、ヤスリの数だけで1000本ぐらいあるんじゃないですか。500本ぐらいありそうじゃないですか。これヤスリだ。ヤスリだけでワンサが出てきますよね、多分。これが3つぐらい。これの 3倍ぐらいある、うん、この細かいヤスリの数から。ヤスリ作るからね、うんうん、初めてこれだけ見たらヤスリコレクターの人ですかって言われちゃう。いいよ、ほら。これ全部一本一本違うんだよ。歯直せるっつうか、歯作れるよ。オリジナルの歯作れる。ヨコさんだから、うなちゃんマンの歯とか、鮫島さんの歯とか、結賀さんの歯をプレゼントしていけばいいですよ。歯のない人たちに、オリジナルの歯を。一回、肩取んないといけないよね。でもあれだよね、はい、でも理論上歯科技工士と全くあれですもんね、工程一緒ですもんね。僕が作ったやつ、ほら、歯直せるんじゃなくて歯を作れる。ゆうこさんの歯だってほら、こういうこともできちゃうんだよ本当に。これめっちゃかっこいいんですけど。銀歯の銀って配合率どんな感じなんですかね。配合率なんだったっけな。わかる。それ作れるんですか。僕これ刃作りたいんですけど。歯作っていいですか僕。うん、それ歯医者さんに持ってったらくっつけてくれますかね。知り合いの人だったら、要は元歯を削ってほしいって言ってオッケーしてくれる人だったら、はい、僕の友達の歯医者さんはやってくれる。マジっすか。うん、で僕それを本当に歯を作れるんですか。超かっこよくないですか。シルバー和道で、作品見せてくださいって言って、にってやったら、ってこんなんだったら、なんで笑ったんですかっつって。いや、作品見せろって言うから。うん。ねえ、それができるわけでしょ。粗相のボケが本当になるっていうのがいいよ。こういうことでしょ。刃のさ、この部分に、はい、ダイヤを入れたいっつって、はい、で友達のところいつもその行く大志さんの友達のところに行って、はい、その話して、はい、技工士さんと何回か打ち合わせしたもん。でここだけ作ってって僕一度もしてくるからっつって、はい、でもこれ口閉まんなくないですか、この歯。そうだからそこら辺も そこら辺の問題があるから、はい、噛み合わせが悪くなるの。ああ、だから食べてるとボロボロ落っこってくるの。ああでもこれめっちゃアートっすよね、うん、俺歯改造しようかなマジで。それ面白くない？自分で歯作りましたって。すげえかっこいい。ねえ。すげえな。歯も作れるんだ。歯作れるのはでも熱いよね。最初はね。はい。知り合いの小野先生にその話をしたら、はい、今は、はい、そういうふうにね、そう思ってるけど、はい、あと10年後経ったら、はい、絶対やめとけばよかったって後悔するわよって言われて、だからやめた方がいいって言って、はい、まあやってくんなかったの。言葉を削ってくんなかったの。はい、僕が大丈夫大丈夫って言ったんだけど、はい、はい、で10年経ったんだけど、はい、まだやりたいね。じゃあやるべきですよね。先生嘘じゃんって。そうで、その一番最後は、はい、去年おととしぐらいかな、はい、友達、まあ、その人この間結婚して指輪作らせてもらったんだけど、はい、彼のところに、はい、まあ、毎回行ってて、はい、そういえばあれダイヤ、はい、ここにダイヤするのどうしたのって言って、技工士さん、はい、楽しみに待ってるよって言われて、はい、そう。俺歯いじりてえな。牙がね、ドラキュラみたいでいいよ。はい、うん。そっか、オリジナルの銀歯作れるって熱いな。それ共感してくれたのね、監督だけだよ。あ、マジですか。うん、今までのいろんな人に話したけど、みんな苦笑いでおしまいだった。あ、もう俺もやりたいって言ったのが初めてなんですか。初めてだし、俺もやろうかなの。いや、めっちゃやりたいんだけど。ブランドワードにそれを入れたいって言ってくれたのはものすごい嬉しい。マジですか、うん、俺、これマジの話なんですけど、うん、アニメとかで手が義手とかあるじゃないですか。うんうん、僕、もし、なんかモニターで、うん、健常者のやつをやりたいっていう。要は戦争とかじゃないですか、あれ。障害者とか。じゃなかったら俺本気で考えますもん。なんか政府が開発したスーパー左手とか、スーパー右手とか。ただ腕切るよって言われたら超考えますもん。費用はこっちで政府で持つからみたいな。はい、でも、そういうことですよね、歯も。まあそうです。やめた方がいいって言ってる人は。元歯を削るからね。はい。なんで自分で傷つけるっていうですよね。だって治すのが仕事なんですもんね、歯を。なんで健康の歯削るんだこいつって話ですもんね。うん、さすがそうそう、いいことですね。うん、歯治せる、歯を治せる振りからいや作れるっていうで、まさかこっから引き出しから、作ったよっていうのが、作品が出てくるとは思わないですよね。それはそも黙るわ。頭おかしいわっつって、うん。まあ、芸術とか職人とかアーティストっていうのはこういう世界ですよ。ねえ、うなちゃんに歯作ってあげようよっていう話から来たんだよ。そう。まあだけど、のりこものりこですからね。目のまつげのここの際のやつが、のんちゃんお風呂入らないのにメイクが落ちないから、のんちゃんなんでアイラインだけすっぴんじゃないのって聞いた。のんちゃん自分でやったってタトゥー入れてんすよ、あれ。自分でですよ。だからノリコってリューターあるじゃないですか、タトゥーの。あれをこうやってウィーンってやって肉飛ばしたんですよ。すごいね。気違い、だから、歯と一緒ですよ。俺は泣ける。俺ノリこいつすげえと思いましたもん。付き合う前に聞いたんですけど。ワンちゃんには負ける。負けますよね。だからあそこ見てっつったらリューターが出てきてタトゥーマシンみたいなのこれでやったのっつって。すげえなこいつ。自分でアイラインタトゥーやるんだと聞いたことねえわと、すごいよ。アーティストはわけわかんないっすよ。あははははーっつってのんちゃん1000番あるから今度おいでよ。そう、のんちゃんほら、のんちゃんが欲しいって言ってたやつとほらのんちゃんが欲しいって言ってたやつ、これでしょ。こう回転してこれでしょ。あと真空にする機械、これあ、でものんちゃんもうあれなんですよ、絵の方に行っちゃったんですよ。あ、そうか。そうなんですよ、アクリルアート飽きたって言ってそうです、奥が狭かった。そう2万もかけたのに、まあ僕がやるからいいんですけど、うん、あれはそうね、うん、三脚作りたいんだよな、カメラの。杖作ってるって言ったじゃないですか。あれを三脚にしたいんですよ。あれで写真撮ったら、モデルさん、かっこよくないですか？なんかこう、なんか普通の三脚で撮るんじゃなくて、三脚と写真絶対影響を及ぼさないじゃないですか。だけど違くて、そう、三脚まで自分の気に入った三脚、木とアクリルの三脚で撮りたいっていう。何それっていう。作り方はどうなの？どういうものですか？あ、もう作ってますよ。あとあれです。ヤスリかけるだけです。あ、そうなの。はい。持ってきていいですか？今度かけていいですか？いいです。でそれを三脚用の工具取り付けるだけなんで、ネジ穴開けて。はい。そしたらもう三脚作れますね。はじめちゃんのはい、聞きに行きたいんだけど。あ、いいっすよ、いつでも来てください、別に。なかなかさ、はい、まあのんちゃんいたから入りづらいですもんね。いや、そういうことじゃなんか、はい、なかなかさ、行きたいんだけどって言えなくて。いや、全然来てください、いつでも。普通に寝ててピンポンと押しているなと思ったら入ってきていいっすよ。いや、ほんと僕全然平気なんです、そういうの。じゃあみんなお疲れ、ありがとう。お疲れ、花火ありがとう、そうそう。ありがとうございます。そうそう、ありがとう。花見パチパチ。じゃあ皆さん、スタジオからのシルバーアクセ配信でした。ちょっと今日ね、工程、無理だったんですけど、次回、ゴム型取ろうと思います。はい。ゆっくりゆっくり前に進んで、必ず作るんで、ぜひ楽しみにしてください。そして、必ず僕のシルバーを、僕が作るお守りを手に入れてください。僕の分身を。お、ナンバさん久しぶり。で、じゃあ皆さんお疲れ様。